はい、どうも皆さん、こんにちは。今日、隣のアパートに引っ越しの境のトラックが止まっていて、あれ？ひょっとしてもうすぐ新生活シーズンだから、なんかピチピチの女子大生が引っ越してくるのかな、もしくはピチピチのなんか新入社員の女の子とかが引っ越してくるのかなとかって淡い期待を抱いていたんですけども、なんとなんとただのおっさんでした。クラクラケースジャンのケースキジ曲のケースケです。ブーン。ということで、いやまあね、期待してなかったといえば嘘にはなるんですけれども、まさかまさかね、ちょっとで淡い期待を抱いてしまうじゃないですか。もうね、そんなシーズンになっているんですよね。で、そのね、淡い期待を打ち砕かれてしまった私ケスケ、今日は何をお送りするかと言いますとね、あのね、こちら昨日ね、発表がありました。アップデート情報、はい、こちらのね、新着ですね。アップデート情報あるんだったらちょっとね、新着マークね、出してくれよって思うんですけども、なんとなんとね、大工の拠点でもうビッグニュースなお知らせ、もうアップデート情報がやってきましたんで、今回はですね、ツイッターをやってなかったりとかね、あとこちらの新着知らなかったっていう人のためにですね、今回はこちらのアップデート情報をですね、お送りしていきます。なのでね、こういったね、アップデート情報とかね、あとね、アップデートシールになってね、開発ビルド、公式さんがね、お借りして先行プレイ動画とかもどんどん出していきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。ということで、早速なんですけども、こちらのアップデート情報を見ていきましょう。はい、それではね、サブサブアカの大工の拠点の方にね、移っていきながらね、今回の新着情報、マジでやばいっすよ、今回。はい。大工の拠点に関するお知らせっていうことで、なんとね、今回の大型アップデートに関して、3月ですね、アップデート情報ですね、もうすぐアップデートやってくるんですけども、大工の拠点ですね、大幅に変わります。こちら、はい、まずはですね、バース達成の新しいタイブレイク機能が実施されます。まあ、クラロワではもう実装されているんですけども、こちらどういったことかと言いますと、大工の拠点に追加のタイブレイクが実装されます。両者の星と破壊率が同じで、破壊率が 0% 以上である場合、より多くの時間を残しているプレイヤーが勝利となりますっていう形になりますんで、結構あるじゃないですか、大工の拠点をプレイしているときに、結構 80%90% 取って、あ、もうこれは勝ったなと、もしくはね、前回取ったらもう勝ち確を確信するじゃないですか。そしたらいざ蓋を開けてみたら相手も前回取っていて引き分けっていうね、場面あったんですけども、それがなくなります。まあ言ってしまうと、より多く、より早く前回を取った方が勝ちとかっていうなる場合とか、あとはパーセンテージもね、 90%90% お互いだったら、よりね、早い時間でその 90% 取った人の方が勝利となるっていうね、そんな形になりますんで、これはもうめちゃくちゃありがたいですよね。なのでクランゲームとか、あとはですね、シーズンチャレンジかのね、ミッションがね、クリアしやすくなるっていうね、機能でございます。で、さらに、はい、ユニットの訓練時間が削除されます。で、さらにバトルマシンの回復時間も削除されるんですよ。これめちゃくちゃ嬉しいですよね。だって大工の拠点、これレベルは8か、レベル8だと、まあ、例えば10分間無料でさ、こうね、バースト戦の3勝ボーナス欲しいなっていう時、もう引き分けが続いたりとか負けが続いたりとかしてて、で全然ね、ブーストが切れてしまって、でその後もね、ちょっと待って攻めなきゃいけないとかっていう場面がね、多かったですか。それがね、もうなくなりますよね。だからもう本当にユニットはね、もうすぐに生成できるみたいな、そんな形になります。で、さらに、それに伴って、バトルマシンの回復時間も削除されるっていうのが、めちゃくちゃ嬉しいですよね。で、さらに、弊社のアップグレード中も、ユニットの訓練が可能になりました。今まではね、弊社ですね、これ着工してしまうと、ユニットね、訓練できなかったんですけれども、それがね、なくなります。もうね、安心してね、皆さんね、弊社をね、着工していきましょう。これは本当にめちゃくちゃいいテコ入れだなって、思いますよね。で、ただですね、まあ今まで皆さんですね、ユニットの生成で時計塔のブーストやってたじゃないですか。じゃあ、時計塔はの立場でどうなってしまうのかっていうと、はい、こちらですね、時計塔にも変更があります。ユニットの訓練時間とバトルマシンの回復時間が削除されたことに伴い、今後の時計塔の機能は、建物や資源生成のブーストにより特化したものになりますっていう、そういったテコ入れになります。なので、もう本当になんて言ったらいいんだろう、こう、自分の前で大工ポーションさ、使えないじゃないですか。使えないですね。売るしか使えないですよね。なんで時計とが、今、大工の拠点での大工ポーションと、あとは資源ポーションか、資源ポーションも使えませんよね。なので、時計とが、大工の拠点での大工ポーション、資源ポーションの
役割になるっていう、そういうテコ入れになりますね。で、その際にですね、変更点、時計との倍率がですね、8倍から10倍速、まあ、大工ポジションみたいな、そんな感じになりますよね。で、大工のブースト時間が3分から11分だったのが、14分から30分に増加しました。これめちゃくちゃでかいですよね。言ってしまうと30分の10倍だから300分か。30分で300分短縮できるんで、5時間ほど、着工時間が短くなるんですよ。工期が短くなる。これはね、村の育成スピード相当上がりますよね。ただですね、まあ、そんなしょっちゅう使われてみんなね、村がガンガン育っちゃうんで、時計塔のブーストのクールダウン時間が7、7時間から、22時間に延長されましたっていうことなので、まあ、ブースト時間が3倍になったことによって、クールダウン時間も3倍近くになっているっていうね、そんな感じになりました。まあ、ただね、これはちょっとねでかいなとは思うんですけれども、まあ、よくよく考えると、みんな今まで時計塔ってユニットの生成のブーストでしかね、で使ってる人がね大半だったので、なので、まあ、そこまで1日1回ね、ブーストするぐらいなことは忘れないで、やっておいた方がいいかなって感じですね。で、なので、それに伴って、時計とのクールダウン時間をリセットする際に、必要なエメラルドの数が削減されるっていう、まあ、役割的にはもうほとんど少なくなったのでね、こういった変更があったものだと思います。なので、これらの変更は春のアップデート、日時未定で実装されますっていうことなので、まあ、遅くとも3月、4月頭ぐらいには、やってくると思いますんで、皆さんね、楽しみにしておりま、おきましょう。で、そこで思ったのが、時計塔ポーションに関してはどういうテコ入れが入るのかなって思っているんですよね。まあ、ちょっとね、この変更があるからか、時計塔ポーションに関しては、ね、今回のシーズンチャレンジでもうめちゃくちゃ見かけたっていう、そんな印象は、ちょっと少ないですよね。はい、ちょっとね、本枠の方でね、時計塔ポーションがね、やっぱり、並んでないんですよね。並んでないよね。あ、やっぱり本当に並んでないですね。なので、もうやっぱり時計塔ポーションの役割もめちゃくちゃ大きく、なるわけですよ。めちゃくちゃ大きくなって30分もブーストできてしまうっていうことなので、皆さん今のうちね、時計塔ポーションはね、もう覚悟しておきましょう。時計塔ポーションの役割ね、結構大きくなりそうだなっていうふうには、個人的には思っております。はい。じゃあね、アップデート情報は以上となりまして、じゃあね、ちょっとね、自分のこのサブサブサバーがですね、ビルダーホール9なんですけども、大工6人目、やっぱり欲しいのでね、ちょっとね、大工の拠点動画、久しぶりにお送りしていきながらね、ちょっとやっていきましょうか。どうやってやろうかな。久しぶりだな、大工の拠点も攻めるの。スーパーペッカも、あ、舞台ブースト、ヒーローブーストしてって、で、ちょっとね、もう参照ボーナスをね、得たいのでね、ちょっと、行きましょう、これで。どう行こうかな。久しぶりにやるかな。あ、そうだ、ホググライダーもまだ、アンロックしてないですね。まあ、ちょっと、普通に、効果戦が後で、ちょっとやっていきますか。で、質レベル自体もそこまで、高くはないので、まあ、交換に行っていって。いや、でもね、本当にね、このね、変更はね、めちゃくちゃいいと思います。やっぱり、大工の拠点、まあ、好きな人は、ね、結構、まあ、いるとは思うんですけれども、やっぱりこうシーズンチャレンジとかクランゲームとかギャルさんに結構ストレスになってたりとかっていうね、人も多かったと思うので、このね、こう待ち時間がなくなるってもうすごいですよね。なんだろう、クラクラとクラロワがついにこう合体したぐらいな、そんなレベルのニュースですよね。もうこのね、決断はね、マルチインフェの回復効果、無視効果をなくした時ぐらいのめちゃくちゃでかい変更になりましたよね。なので結構ね、ツイッターとかで見かけたのが、あ、もうこれそうなるんだったら結構、大工の拠点モチベ下がってたけど、またねちょっと復帰して、でトロ上げとかね頑張ってみようかなっていうねコメントとかね、めちゃくちゃ見かけましたからね。なので本当に本当素晴らしいいいアイデアだなっていうふうには思いましたよね。で、まあ、おそらくなんですけども、じゃあ訓練時間なくなるってどういうふうになるかなって言ったら、じゃあちょっと俺の予想なんですけども、ここからね、まあ、終えてって、相手はどう？ OK、勝ちましたね。はい、勝っていって、おそらくなんですけど、ここの編成画面で、マイナスマイナスあるじゃないですか。これ全部ポン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 って、押してって、で、ユニットを選択していったら、もう普通にセットしてって、ユニットがどん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 、弊社が出てくるんじゃねえかなっていうね、そんな、モーションになってきそうではありますよね。いやー、さっき普通に全開取れたな。質レベルが低かったからか。で、これに関しても、どういこっかなー。でも、ロケット花火のね、火力が高い。あ、ただ、
あ、わかった。ちょっと編成、同じ編成ばっかりやるのも、楽しくないと思うんで、他にダクネガゴ編成やってみましょうか。ダクネガゴこうやってコウモリでトラップ解除していってもらいながら、しっかりと、限定バトルマシンを差し込んでいって、で、こう、どんどん、地方に入っていってもらうっていう。で、コウモリたちで先にね、大砲をね、壊してもらえると嬉しいんですけど、さあどうだ、二連砲とかも、ちゃちゃっと壊して。で、オッケー。で、バトルマシンそっち流れたか。でもまあコウモリでしっかりとターゲット散らしてあげて、で後衛のガーゴイたちをね守っていくっていうね、そんな攻め方になってます。さあどうだ、これ星2取れるか、どう今んとこ。いやダクネがどんどん、ダクネ気づいた、2体しかいねえ、やべえ、どう落とせ、頼む、星2は取っていこう、いけ、君たちができる。でね、やっぱりね、これラバランチャが出たおかげでダクネすぐ死にやすくなりましたね。そういえば結構死にやすくなったんで、結構ね、ホググライダーの別海道砲台とか、結構ね、なんかツイッターとかで見かけたりするんですけど、やってみたいんですけど、このアカウント、まだホググライダーアンロックしていないんですよね。この編成もどうなんだろう、流行ってるのかな。で、まあ、これで終了してって、で、もしね、アップデート後が、もし相手が 68% だった場合は、俺の方が、いち早く終えているわけですから、いち早く終えてるよね、これ。いや、残り時間1分40何秒とかだから、どうだろう。わかんないけど、まあね、早く攻撃終わった方が勝ちっていうことになるんですよね。だからね、結構チクチク削る系の編成は減りそうな気はするんですよね。どうですかね。あ、勝った、よかった。さあ、続いて参りましょう。よし、この調子であと2勝すればね、もう今回、終えますから。いや、これもね、あれっすね、硬化戦ガゴでいきたいんだけど、今日ちょっと硬化戦ガゴやりすぎてんだけど、ただ、ボンバーやるにしてもな、ボンバーの、ペッカ、移動砲台、ボンバーとかやってみる？ちょっと。じゃあちょっと、ペッカとかで、タギを取ってあげて、まあ、ボンバーで壁をね、開けていきましょう。やばい、特大ボンバー、ここで使っちゃうのちょっともったいないんだけど。で、まあ、ここでしっかりと壁を開けて入れてって、で、まあ、で、あとは移動砲台か。あ、でも、あれだな。メガテスラあるんだよな。メガテスラあるか、ちょっと。嫌なんだけど、ボンバーの特大ボムとかを生かしていってあげながら、しっかりと削りの方を、行っていって、オッケー。いいよいいよ。で、もう、こっからもう、あー、バトルマシン危ねえ。で、バトルマシン能力強化していってあげて、で、クラッシュを壊してほしい。クラッシュ、あー、ダメだ。まあいいや。で、これで星1。待って。もう壁役いないのか。あ、結構溶けるの早いな。ボクサージャイアントとかにして、こう、枠数増や、体数増やした方が良かったかもしれない。そう考えて、あ、やばい。56%。で、どうだ？こっから、ボンバーちゃんと、残り移動砲台ちゃん、頑張って。これはさすがに負けるな、多分。この環境下でこのパーセンテージはあんまり伸びていない気がする。どう？で、こうやってみると、さあ、こっからね、どんどん削ってってくれて、あ、そう。で、この間の Q&A 動画出したじゃないですか。コミュニティマネージャー、クラカンの公式コミュニティマネージャーのダリアンさんと、ジュンペイさんと、ね、Q&A 動画出しましたよね。で、大工の拠点、ビルダーホール、についてね、ちょっと聞いたじゃないですか。なんか、ちゃんとした、こう、なんか、新しいアップデート的なことは、まだないんだけど、ロードマップにはないんだけれども、ただ、本当にね、楽しみにしていてくださいって言ってたじゃないですか。その楽しみにしていてください。この改善っていうのがね、やっぱさすがだなって思いましたよね。これね、ほんと結構、大工の拠点のプレイヤー、増えそうな気はしますね。いや、ただ今回ちょっと、相手、スーパーペッカラッシュやられてたの。スーパーペッカラッシュやられて、ちょっとね、前回、取られてしまいましたね。ちょっとね、もう一回ちょっとやっていきますか。まあでも、まあ言ってしまうと、大工の拠点今までユニットができる時間待つっていうのがあったんですけども、それが今回はもう待つのは対戦相手の攻めだけになるっていうのがね、めちゃくちゃ嬉しいですよね。さあ、じゃあ、こう、さらっと言ったけど続いて。はい。メガテスラはこっちにあるので、空軍編成で行きたいけどな。空軍編成で行きたいけど、おいおい、ケースケの草野郎、また空軍編成かよってなりそうなんでね。いやー、空軍編成で行きましょうか。捨てる男。空軍編成で。やっぱ硬化戦過去かな、自分は。もう、もっと他にね、いい編成きっとあるんでしょうけど、やっぱり自分は硬化戦過去にどうしても、行っちゃいますね。で、これで OK。こっち方向からポンポンポンって出してって。で、こっから、さあ、しっかりと。ベータガーグル出していきながら様子を見つつ、
ユニットね出していきました。結構ね、警備所のユニットに引っ張られてしまうっていうね、パターンがよくありますんで、ここからしっかりと、はい、こっちね、やっぱ引っ張られるんですよね。引っ張られていくので、しっかりとこっち方向から出していくことによって、後々のバーナー対空爆弾に対してのタゲ取りをね、ちょっと行っててもらいましょう。で、これで今回施設レベル低いから、前回ぐらいまで伸びていったら嬉しいなって思うんですけど、前回まで伸びないから、さすがにちょっと中盤以降、対空爆弾、バーナーの範囲攻撃コンビがいるのが少しお辛いところではありますが、あー待って、降格線がもう全部、落ちちゃって、やばい、どうだ、ビルダーホールに向かっているやつがいない、やばいぞこれ、結構やばい、渋い、めちゃめちゃ渋いぞ。対空爆弾の答え、どうだ、ダンクでビルダーホール落としちゃう、オッケー、ビルダーホールさえ落とせば、あ、でもまだなんやかんや降下線が残って、やべえ、カゴンだ、方にタギ取っちゃったから、ちょっとやばいな。どうだ、ここからスケルトンがバーナー削ってくれたりしてくれると嬉しい。あ、オッケー。で、あとは、クラッシャー残っちゃってんだよな、俺の予想ではちょっと、クラッシャー側もね、降りる予定だったんですけど、まあそうだね、じゃあここからしっかりとバトルマシン入れていって、まあ大砲も削ってってくれて、横落ち施設を削ることによって、どうだ、テスラ入ん、あー、ロケット花火か、ロケット花火でやられてしまって、頼む、おじいちゃん頑張って、そう、オットの小屋、早くね、オットね、アンロックしたいんで、ヒーロー上げもね、頑張んないとな。オットの条件が移動放題レベル18、メガテスラレベル9、バトルマシンレベルマックス、あと、あれで自分の村の改造全部終えてるっていうのが鍵になってくるので、あ、そう考えて俺、このアカウント、自分の村全然、あれだ、改造してなかったわ、そういえば。やべえ、やっちまったな。やっちまったんだけど、どうだ、もうここから勝ってほしいな、せめて。これぐらいの施設レベルだったら、多分ユニットもですね、すごい育ってるわけではないと思うんで、勝てると思うんですよね。勝てることに期待していきたい。どう？ここからしっかりと壊してっての終了ですね。で、これでクラッシャーでやられてしまいましたが、さあ、勝つことできた？オッケーオッケーオッケー。さあ、そしたらですね。はい、そんな感じで今回はですね、アップデート情報ですね。大工の拠点、訓練時間がまさかの削除ゼロになるっていうのと、あとね、バトルマシンの回復もゼロになる。で、あとはですね、時計塔の大きな変化、こちらについてお送りしていきました。いやーもう、なので、この変更はめちゃくちゃありがたいので、さっきも言ったように、大工の拠点また遊んでくれるプレイヤーとかね、結構増えそうな気はするかなっていうのと、あとはね、こういう風にですね、アップデート情報ですね、ツイッターとかやってない、気づかなかったって言ったのために、こういう風に動画にしていきますし、で、アップデートね、他にもやってきたら、公式さんから開発ビルドをお借りして、先行プレイ動画も出していくと思いますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画が面白かったらみんな撮ると思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方も、ぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。